でこうやってデータクリーニングしてなるべく真のデータに近づくような形で、まあ、データのクリーニングを進めていきました。そしたら最終的にデータをまとめる段階ではどういうことをするかっていうところなんですけれども、まあ、まとめのところも一番最初にあった収集して終わりってことではないですよ、まだ数週間かかりますよってデータマネージャーが言ったその心は、まあ、CRF 集めました、これ疑義事項なくなりました。でもまあその後にもまだいくつかのプロセスがあって初めて解析用データセットができますっていうことがあります。なのでそれに時間かかりますよっていうふうにデータマネージャーは言いました。で具体的には症例検討会の資料を作ったり、まあ、データ固定したりっていうようなところをやっていきます。で症例検討会、まあ、この会を開くことが重要ではなくて、そのデータが集まった時に集積された症例をあらかじめ実施計画書をもとに、まあ、解析上どう取り扱うのかっていうのを検討する会のことになります。おそらくこういう検討会っていう形ではないにせよ、解析を行う前に研究者の先生と、まあ、解析の人だったりデータ管理する人が、まあ、話し合うっていうことはあると思います。で特にまあ解析対象としてその患者さん、そのデータを採用するのかしないのかっていうところが重要になります。なのでその時に恣意的にこれ入れた方が優位になりそうだから入れようかではなくて、そこにルールがある、それを採用するにも理由がある、落とすにも理由があるっていうところを後から見ても分かるように残すためのプロセスになります。でこのポイントもすごく重要です。でそうしてあらかじめ試験実施計画書において収集しようと考えていた全てのデータが収集されて電子化されて、先ほどの問い合わせ疑義事項が解決してもうデータに修正ないことを確認した時点でデータベースの変更が行われないことを宣言する、これをデータ固定と言います。でこのデータ固定ができて初めて修正集計解析が可能となります。なのでここまでのプロセスに時間がかかるということになります。集めてゴールではなくて、まあ、どう取り扱うのかとかクリーニングを行うっていうところが必要になります。でこれでまあ解析できるようになりましたってなったら、じゃあそのデータ固定された情報ってどうしとくのがいいのかっていうところなんですけれども、まあ、文書で宣言するだけじゃなくって、ここでは物理的にデータが修正されないようにすることをきちんと行ってください。まあ、例えばシステムであれば誰でもアクセスできるような状況にはしない、メディアでちゃんとデータを保管するっていうことが必要です。であとはこれ最終的な解析だけではなくって、長い研究であれば中間評価をしたり途中で学会小録書いたりとかっていうようなことがあると思います。とにかく外部に成果を公表する際に用いたデータセットファイルっていうのは結果が再現できるように必ず保管してください。そしてもし初回のデータ固定をして解析をしている時に何らかのデータ修正が必要になって、それによって最終的な結論が変わるというようなことがあったっていう場合に、そのデータ修正がどうしても必要だってなった時にどんな手順でやるのか、それは恣意的ではなくて後から見てもプロセスがきっちり分かるようにしておかなければいけないので、まあ可能であれば手順をちゃんと先に作っておくっていうことが重要です。でこういう形でデータマネージメント管理したものを解析に渡しましたと。で理想的にはその解析に渡した情報の結果がどうかっていうのをデータマネージャーとかがいるならぜひそれをレビューしてもらってください。でそれは研究の最終的な成果物っていうところがそのデータをどう集めるかっていうのを、まあ、データマネージャーとか一番知ってるので適切に解析されて表現されてるかっていうのところも、まあ、一緒に検討することができますし確認することもできますので、その、プロセスっていうのも、まあ、可能ならこういうプロセスを踏んでもらえると間違いなくというか結果が覆ることのないようなデータとして世の中に出るかなというふうに思います。で最後のまとめです。でそもそもデータに不備があったら、まあ、研究データの質の原因って質が悪い原因っていうのは、まあ、プロセスに問題があることが多いと、今いろんなプロセスがあるっていうお話はしました。でその症例ごとのデータ収集の、まあ、ばらつきっていうのが、まあ、起こらないようにしなきゃいけないし、症例データの処理のばらつきっていうのが起こらないようにしていかなければいけない、まあ、そのためにデータマネジメントを行っていると。なのでデータの管理が、まあ、
結局できていないと結果が変わってしまうので、その品質管理プロセス管理ができるようにデータマネジメントっていうのは行っています。でデータマネジメントの範囲っていうのはちょっと別の図でもお話ししましたけれども、実施計画書っていうところから、まあ、論文最終的なアウトプットっていうところで、今日は特にこの競技のデータマネジメントっていうところのこうデータ入力、データチェック、問い合わせ、データ修正っていう話を、まあ、具体的にしたんですけど、ここはあくまでエラーを検出して修正するっていう一番競技のデータマネジメントです。で最初にお話しした内容としては、この計画書の参画から最終的なアウトプットの確認までっていう広い範囲のデータマネジメントの業務ですよって言いました。でこれは講義のデータマネジメントになります。でこちらはエラーを予防してエラーをコントロールするっていう品質管理 の考え方で行っているのがこの講義のデータマネジメントということになります。でこのデータマネジメントのレベルなんですけれども、ここがそのデータの収集、データのエラーが検出できる、でそしたらそれが修正できる、で予防できる、で、まあ、そもそものデータの、まあ、品質の目標設定があるならばそれが達成できたのかという評価までできるのが一番データマネジメントのレベルとしては高くなりますけれども、まあ、まずは収集するだけで終わるのではなく、データエラーを検出して修正して可能なら予防ができるっていうところまでをぜひ実装できるような、各研究で実装できる、そうすると統計家にデータを渡すと、あ、すぐに解析できますっていう話になるかなというふうに思います。で、きれいにするほどいいデータかっていうことに関しては今日のお話の中で何度もお伝えしました。エラーはゼロに近づくけど結局ゼロにはならないので、まあ、過剰なデータマネジメントをすることは必要ではありません。研究の結果としてはきれいな結果を出すことは目的ではなくて、その結果として得られた結果の意思決定が覆らないっていうことが重要になります。なのでデータマネジメントの本質としては、まあ、プロセス管理を徹底して結論を歪めるエラーをなくすということが重要です。で本当の最後のまとめです。で研究は目的を達成するために目標とする品質水準をクリアすべくプロセス管理を行います。でそのために計画段階からデータの妥当性、信頼性を確保する手続きを考慮し実施することが重要です。で研究のアウトプットを計画の段階から見据えてデータ収集を行うっていうことは、その研究をの目的を達成するためにも質の担保のためにも重要ですし、研究の結果を早く世の中に出すためにも重要なプロセスになります。でデータマネジメントはデータの信頼性を確保するための要の業務となります。その今日の話はまあ概念的なものが多かったかもしれないですけれども、今やってる研究でまずできること、何ができるかなっていうことを考えていただいて、例えば今あるデータのをちょっと見てみる、外れ値がないかなとかっていうのをまず見てみるっていうところからデータマネジメントを始められるかなというふうに思います。私の講義内容は以上となります。ご清聴ありがとうございました。